ははいこんばんば休校中の皆さんの勉強を応援する上朝倉学校2020年4月19日ですで本日は中学1年生の数学教科書第3章方程式のその2をやりますで本日はまさに生活密着型の内容でありまして文章題ですが買い物合計2つの商品を買った時の合計金額の問題とそれから買い物前の心の迷いの問題えこれを買ったら いくら余る？これを買ったらいくら足りないというい。何個買ったらいくら足りないという問題ですね。についてやりたいと思います。で、私は講師を務めます。船橋市議で予備校講師の朝倉です。で、市議として新型コロナ対策について動いた中身は朝倉未来公式サイトに載せておりますし、本日もズーム会議をさせていただきましたので、またそれを反映させて市役所には交渉していきま話し合いをしてきますので、また公式サイトをご覧ください。それでは。 えっと、中学1年生の数学の内容ですが、中学 1, 1年生はこういう内容を順に学びます。で、中学2年生は、えー、こういう内容を学びます。で、中学3年生はこういう内容を学びます。で、今回の、えー、休校措置によって影響を受けている分野は、中1の最後のここの分野ですねで、これ3月に学べてない可能性がある。で、中2のここです、ここも3月に学べてない可能性がある。中3は前倒しで入試をやりましたので,で、ここはまあ学べてるはずなんですけど。 であと4月の休校が続いたことで中1のこの分野、中2のこの分野、えー、中3のこの分野が学べていないという影響を受けておりますので、特にここをフォローしていきたいと思います。で これまで、えー、正の数、負の数をやりまして、えー、文字式と式も3回発信しましたで本日一次方程式の3回なんですがなぜここからこういかずにここまでやってるかというとこの4まで説明しないと中1の12が説明できないので、まあえー、ちょっと先取りになるけどこの、えー、と4までは説明した上で中2分野に入っていこうと思っております。 それでは今、私たちはコロナの危機の中で学校休業ということになっているんですけど3月の16日にコロナの数式というのを思いつきましたので紹介しますコロナ、苦労と苦闘で割り乗り切ればきっと幸せの数字7になるはずだということで、まあ、お互い頑張っていきましょうそれでは本日の問題ですいきなり具体的な入試問題から入ります2019年前期の千葉県公立高校入試の数学の問題です 100円の箱に1個80円のゼリーと1個120円のプリンを合わせて24個詰めて買ったところ代金は2420円であったとでこのとき買ったゼリーの個数を求めなさいただし品物の値段には消費税が組まれているものとするつまり1.1をかけるなんてことはやらなくてもいいということですねさて楽しそうな買い物ですよねこれ,これがゼリーでこれがプリンです だって実際あの楽しそうな買い物にまつわるお金の計算の問題なんですので楽しんでいただければいいんですけど実はこう入試問題にこの絵が描いてあったわけじゃないんですねでこれは入試問題そのものはこれだけでしたで私はこれをまあ中学生が解く上で、まあ、絵があった方がいいだろうということで頑張ってこれ私自身がイラストレーターで描いたんでまあ本当は数学の問題を出す出題者にはこういう楽しい絵もつけていただくと まあ高校生中学生も勉強しやすくなるかなと思っております。さて、それでは、これをどう解けばいいかということなんですが、ゼリーの個数を求めなさいという方程式を立てる必要があるじゃあ、そもそも方程式は何かということをで、昨日の復習を少しだけしておきます。で方程式の例として、この問題を出しました。F3 は入場料1000 1 500円乗り物1回500件のテーーマパークに行き全体で 使った円使いました F3 は何回乗り物を乗ったでしょうかということを、これ、式を立てるんですね、500X、乗り物、何回乗ったということを X と言いて、500X プラス1000イコール8000と立てるんですねで、方程式を立てた上で、それを解いていくんです、でそうすると、X イコール17という答えが出てくると、あ14ですね、14という答えが出てくる、でそれを最後に、け算と言って、14という数字をここに当てはめて、実際にこの式が成り立っているかどうか確認するという流れです。 さて、方程式の実際の計算の時に重要なのは、2つポイントがありまして、移行ですね。移行というのは、反対側の辺に、えー、移すときに、例えばこれ、プラス100となっているのを、左辺にプラス100となっている右辺に移すときには、マイナス100になるということですね。それと、文字を含む項は6、X を含む項は左辺に移行して、数字を含む項は右辺に移行して、 こちらが文字だけの項こちらが数字だけになるようにして計算するというのが2つ重要な流れです。えー、昨日のポイントを2つにまとめますと以上です。えー、さらに詳しく確認したい人は昨日の,あの動画を、えー、もう一回見てみてください。それでは実際問題いきます。さて、えっと、買ったゼリーの個数のとこ赤字になってますけど、これも入手問題でここ赤字になってたわけじゃなくて、まあ、これがあの立てるべき X の数だということで赤字にしておきました。 さて、そうするとゼリーの個数 x と置けばいいんですね。求めるべきその個数を。そうすると、プリンはどうかということなんですが、プリンは合わせて24個です。十四個。じゃあ、合わせて24個という情報でゼリーが x 個だとすると、プリンは何個と示すことができるか。そこがポイントなんですが、それを考えながら式を立ててみてください。はい、YouTube を見たり人はここで止めて、実際に式を立ててみて、計算してみてください。それでは。 こうなります。えっと、ゼリーを x 個とするとプリンは合わせて24個なんですからこっちを x すると 24−x です例えばゼリーが8個だったらプリンは2 4く8で16個合わせて20個ですねゼリーが例えば18個だったらプリンは2 4 −十8で6個ということになります ということで、この2 4 x と書くのがポイントです。さて、えっと、実はこの問題は中学2年生で学ぶ連立方程式という方法でも解くことができます。これを y と言って解くこともできるんですが、実はそれよりも中学1年生で x だけ使った式で十分解けますし、その方が実は楽なので、えー、連立ではなくて普通の一次方程式で説明します。さて、 でここから、えー、実際の回答の流れがあるんですけど、この青で書いたのは、私が説明した、あのまあ、この黒の文章を説明した中身でありまして、えー、この黒が実際に受験生が、えー、例えば記述しの時にまに、あ、答案として書くべきところですね。はい、でまず求める値を x と置くと、でゼリーの個数を x と置くと,置くとで、他の値も x で示す。 合わせて24個なのでプリンの値段は 24−x 個となると。で、方程式を立てます。80円のゼリーが x 個と120円のプリンが 24−x 個。それに100円,の箱100円の箱ですね。を足すと2420と。で、まずこの100を右辺に移動します。移行,移行します。そうするとマイナス100になって2320になります。で、その次に。 この80プラス120、括弧24く X、イコール2320になってるわけですこれ,これ10、全部10の倍数ですので、10ではあります。そうすると、8X プラス20 12括弧24く X、括弧コ閉じ、イコール232となります。でさらに、この両辺を、この8と12と232に、まだ最大公約数4がありますので、4ではあるんですね。そうすると、2X イコール3括弧24く X。 イコール58ということになりますさてここでその次にこの括弧を外す数字で計算を進めなきゃいけないのでこう分配法則これを3を両側にかけるというやり方をやりますと、えっと、22x プラス 72-3x イコール58になりますそしてこの次に数字を右辺に移行します72をこっちに移行します移行するときに符号がマイナスになって逆転していることに確認してください赤で強調してあります でそうすると 2x-3x、マイナス x イコールマイナス14となります、で最後に両辺にマイナス1をかけて x イコール14となります、でまあ、これを千葉県の入試問題の場合にこの x イコール14を書けば答えとして終わりなんですが、まあ、文章題の場合に、例えば最後にこう日本語にゼリー14個プリン10個という,ふうに直させて答えさせる場合もありますので、それは問題に合わせてください。で最後にしして確認しますで まあ、検算本来はここの最初の式に入れるべきなんですけどちょっと、まあ、ここに入れて算、まあ、検算してもいいけど、まあ、ここら辺に、えー、もうちょっと簡略したところに入れてみますと例えばここに入れてみますと 2×1428 ですねプラス 3×、えー、あプラス二十2 4く1 4だから30ですね、えっと、そうすると28プラス30で58きちんと合ってますねということで確認できますさて これ,はあのまあ、これは例えを出すまでもなくなんとなく解けると思うんですが実はあの今日、明日、明後日あさってたりまで方程式の文章題を様々やるんですけどその時に、えー、知っておいた方がいい発想がありますので、えー、ちょっとこのバス停みたいな図を見てくださいでこ,れこれ私バス停と言ってるんですけどバス停のまあ時刻表みたいなまあ感じですね。 でこれは、まあ、知ってる人はみ、みはじとかはじきという話で知ってると思うんですけど、これはここに数値を入れます、でこ,この合計金額の場合には、猫金と私、呼んでるんですが、えっとまあ、猫が、まあ、小判を、まあ、夢見てみたいな形、猫金ですね、ここに各商品の値段を入れると、でそれここに個数を入れると、そうすると、ここに合計金その商品の合計金額が出てきます。 で、このバス停の形のいいところは、これとこれをかけると金額になると、で、これをこれで割ると、これ、分数の割り算という意味で、これをこれで割ると値、ねね、が出てくるとでこ、金額を値段で割ると個数が出てくるということで、これ、え何と何をやると残りの数が出てくるかということが、1ではっきりするんですね。さて、この猫金バス停を使って、まあ、ゼリー、プリン、合計値を表してみると、 どうなるかということなんですが、こうなります。はい。えっと、ゼリーはまず八十円で、ね、値段が八十円で、個数がエクスコ。プリンは百二十円で五十。ええ、二十四引くエクスコ。で、合計金額は二千四百二十、まあ、ここに箱の百円があります。で、こういうふうに、まず問題で。えっと、分かってる、指示されているところを書いて、その上で。こ、こ、この空白は。 ここをかけたものだということで 80x という値が出てきますで。ここもここをかけたものだから120、24、x、とじというのが出てきます。でここに実は求めるべき方程式が自然にこういう立つようになっているんですね。このバス停の合計の形をとると。という形で実はあのこれを解きます。で実はあのこの、ね、猫金の問題、合計金額の問題、非常に。 まあ生活密着で実感があるのでこのバス停なんか書かなくてもできると思うんですが明日、明後日やるその速度、時間、距離の問題などはこの発想を知っておくと便利なので、まあ、これを合わせて説明しましたそれでは次にあの全く同じ問題で2015年の千葉県公立高校入試の問題やっています、まあ、結局これは全く今のやり方と一緒です 1>, 1個の値段が52円の品物と82円の品物を合わせて15個買ったところ、代金は1020円であった、このとき52円の品物の個数を、A からえから1つ選べということですね、まあ、これはあのさっきのプリンとゼリーと一緒で、52円の品物と82円の品物、を合わせて15個ですで、52円の品物の個数を X と置けばいいんですね、そうすると分かると思うんですけど、これえー、82円の方は15低 X になります。 ということで、発想を全く一緒でやってみますと、こうです。これ、x と置いて15、15-x といて、これを計算式を立てて、まあ、やっぱり計算していくんですね。そうすると、x イコール7となきますで。ちなみに、バス停のやり方を書いておくと、こうです。ということで、全く同じ流れの問題ですので、確認をしてみてください。それでは、本日の最後のテーマで、えっと、過不足問題というのをやります。 でこれは千葉県のライバルであり友である飛んで埼玉の、えー、と埼玉県の、えー、2016年埼玉県公立高校入試の数学の問題です。で私あの、千葉県公立高校入試の数学の問題は全部頭の中に入っているんですがさすがに埼玉県まで入っていないので、えー、と時々、えー、過去問集を見ながら引用させていただくんですが。 あのまあ、時々、首都圏、特に首都圏4県の神奈川、東京、埼玉の問題は引用させていただきたいと思っております。さてで花子さんが持っているお金でチョコレートドーナツを29個買うと410個余りますが、35個買うには、えー、30円足りません、なんで29個と33個で迷ったのか。 その4人、もうしたらあ、えー、29人とは約束していて確実に来るんだけど4人が返事がなくてその日の誕生会か何かに来るかどうか分かんないので念のため33個買いたいんだけど、まあ、確実な29個だけ買って、まあえー、突然来た人は連絡なかったから買わなかったと謝るのか、まあ、そういうような感じでしょうかねで、まあ、29個買うと300、410円余るのかの33個かには30、えー、円足りません。 チョコレートドーナツ1個の値段はいくらですか、チョコレートドーナツ1個の値段は X 円として方程式を作り、答えを求めますい。埼玉県の場合にはこの X としするところまで丁寧に書いてくれてますね、はい、で実は、格速問題というのは、この、あのー、金額の問題で、まあ、何個買ったらな何円あまり、何個買ったら買おうとすると何円足りないかという、まだ買ってない段階で迷っている段階のことを聞きます。でこれ 千葉県はなんか好きじゃないみたいで、過不足問題15年間、1回も出し,出してないんですが、他の県の公立高校入試では、まあ、時々出てます、埼玉も出てます、それでは、えっと、どう考えればいいかということですが、この余るというのと足りないというのをどう表現するかということですね。そでは考ええてみましょう。答えはこう答こす。 えっと、29個ドーナツを、チョコレートドーナツを買ったら410円余るということは、持っていた金額をいあの基準にすると、410円まだ、えっと、残りますよ、29X 買っても410円残りますよということですね。だから33個か買うと30円足りないということで、これは30円足りなかったということで、余るを,をプラスで表して、足りないをマイナスで表します。そしてあとは、普通の式の変換をしまして、 文字を含む式は左辺に移行し、数字を含む式は右辺に、えーまあ、あの移行するときは必ず、えー、符号を変える、プラスはマイナスになり、こっちもプラスはマイナスになるということですね。そうすると110円になります。ということで、X が110円というふうに求まりました。で、最後に、この問題では求められてませんけど、合計金額、もともとの所持金を求めなさいという問題があるので、そのときには最後にこの 単価ですね、値段を元の式に入れて、合計金額を求めています。そうすると、両方とも3600円になって、これは実は、現在にもなってくるんですね。まあ、花子さんはもともと3600円持っていたということが、あのついでにわかるということで、まあ、答えはここまでしか求められてないんですが、所持金もわかるという話です。以上が方程、えっと、式のの文章題の中で、えー、特に あの買い物に関して聞かれる問題ですので、えー、まあ,あのこれを、えー、確認していただければでます。明日は速度、えー、時間距離の問題をやりたい中心にやりたいと思います。ご設聴ありがとうございました。